皆さんこんにちは、フォーゲーマーのレッチです。どうもコウスケです。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日もサーバントオブスローンズやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、今度もですね DOD コラボのやつをやっていきたいんですが、はい、まあ、私もまだ引いてませんので、うん、まあ、早速ガチャガチャと行っていきたいなと思います。はい、いけ。ちなみに前のやつ引いたんですか？前のやつ、前のあ、ニーヤ。ニーヤ、あ、ニーヤ全部揃ってるよ。いや、おかしい。そりゃそうでしょ。僕だいぶ引いたのに。いや、俺も結構引いたよ。まあでもとりあえずこれで別のレジェンド出たら、お、もう有吉。有吉、有吉はまあね、配布でいただきます。はい、最近なんかあの、何でしたっけ、なんだかのと、何、なんのと、あの、どっからこうするやつ。はい、うん、あれ流行ってますよね。あ、でもね、弱体化されたよ。あ、やっぱされたんだ。そう、ちょっと強すぎる。はい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 、迎撃が強すぎましたもんね。そう、かなり強かった。どんどん行こう。一周だ。マジョント。マジョント。ゴーライ。ゴーライ強い。ゴーライより人雷派だけどね。あ、人雷早いですからね。すぐ。あー、え、おおおおお。人間ごと決裂して。カイム。え、出た。ここで出た。しかも最後に出るところかな。そうですよ。熱っ。いや、ちょっとゲントスできんじゃん。おかしくない？ゲントツも大変は3枚だから。ああ、そう。でもまああれで、ね、ゲントツパーツが揃った。レベルは。あ、レオナル普通にキャップで。もうシュッと出てきた。あ、レオナル。レオナルまた？対比でレオナルが。対比でいるけど。お、カメラジーン。ああ。ゲントツ。ちょっと運いいな。ねえ、まさかのカットイン。カットイン来るの、ね。ねえ。我が家のやりぶらです。これでもあれなのかな、他のレジェンドも出るのかな。あ、でもね、ラインナップには入ってる。熱っ。やば。これまた買いのかな。どうなんです。あー、これはね、あんまりまだ使えてないんだよね、無人の人材。ちょっと難しいっすよ、無人だよね。で、スペルデル6コスって、うん、結構重たいから使いどこがね、難しい。前流行ってた。え、ちょっとまたじゃん。嘘でしょ。来ない。俺の結果言う。やめて、みんな見て。はい、おお、あと1枚。あと1枚。あ、でもこれ確定だからもう。あ、じゃあと2枚だ。あ、これであと2枚。あ、笑いよ。あ、すごい、色ついた。笑いよ。色じゃねえ。あ、動くようになった。これからもあと2枚ですね。ちょっとちょっと、めちゃくちゃ出るやん。やば。もういいよ。うん、よしこ。もういらないからね。もういらないからね。よし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 。悪の道に染まり始めている。よしよしよし。止まるよ。まだグワーってなるかもしれないから。止まるんじゃねえぞ。止まるんじゃねえぞ。止まるんじゃねえぞ。違う、止まる。この前ね、卒業式でやった人がいたらしいですよ。マジ？会長が。すげえ。いや、俺も動くようになってほしいな。ねえ。動くとやっぱね、いいよね。そんなことある？あー、アルテミスか。めっちゃ強い。アルテミス、まあ超強いんで。でもあれ最後か。最後はまあ、うん、確定だ。確定で。素晴らしい。いやー、強い。何枚出た？6枚ぐらい。すげー出た。6枚ぐらい出た。すげー出た。ちょっとおかしいよ。どれだけ出たかな。はい。で、カイムが3枚。3枚だ。5枚だね。いや、おかしい。何それ。いや、出た、スクショ。あと1枚か、煙突。まあ、そうっすね。欲しいけどな。まあ、いいでしょ。はい、まあ、いいでしょ。はい、十分でございます。いや、もう大成功でしょ、これ。あー、めっちゃ出たわ。まあ、ただね、無慈悲の陣雷、水慈悲の陣雷だっけ、これ。無慈悲の陣雷ですね。無慈悲の陣雷とアルテミスが、まあ、アルテミスは僕もね、ちょっと別のデッキで結構使ってるんですけど、うんうんうん、無事の陣雷がね、もうちょっと使える人が増えるとね、そうですね、いいっていう感じではありますね。はいはいはい。で、カイムの方はちょっと今後もね、使うシーンが増えてくるかもしれないので、うん、ちょっとうまいこと使えるところを見せれたらいいなと思いますね。はい、はい、という感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画で、バイバイ。